い、皆さんこんにちは、京都タマランチェーンです。はい、今回はみんなの憧れのあの魚が群馬県よりやってきた。さあ開けていこう。あ、カッターを握るこの手が震えている。いくぞ、キャモン、キャタナーン、キャキキキキよいしょ、オッケー、開きました。よし、カッターを鳴らしてオープンいきますよ。いくぞ、オープン、じゃらりらりらりいにゃー、うわー、すげーうわー、これはすごい。あー、ついに来ちゃいましたね、タマランチェーンに。この系統が帰ってきたよ。今日もバッチリです。手くだ最高。まだちょっと袋開けませんけど、上からね、うっすら見えませんか、この顔みんな見えませんかね、ちょっと袋やから。わあ、もうこれはすごい、揺れている。はい、じゃあ袋を開けていただきましょう。よいしょ、およっしゃ、店長が先見ます。いやー、すごいわこれは何がすごいって皆さん見てください。これちょっと見えますか、袋の中ですけど、帰ってきよ、シュモクちゃんでーす。うわ、ぐんた見てください、これほら、泳ぐたんびに右へ左へボインボインになってねこの目先からのね、このもう見え、もうほら、私が説明しなくても魚を見りゃね、わかります。はい、今回到着したこちらの魚ですけども、こちらの魚はですね、あの関東を本当代表する、まあね、日本一の作り手、じゃないですかね。本当にすごい卵中のブリーダーさんがですね、作り上げた系統ですね。これまたもう日本一の名店のね、そう、ランチを作るブリーダーの方がおられるんですけど、その方が心血注いで作り上げた魚です。ほんま、それはね、この魚を見たら一発でわかります。本当にね、こんだけ東西です、東西魚ですよ、2歳とかちゃいますよ、東西魚でこれだけの魚を作ろうと思ったらですよ、そんな相当のもう時間も努力も言いますよ。とりあえずこの魚見たら分かりますね。私みたいにこんなちっちゃいお店違いますよ。その方はすごい立派なランチ屋でね、素晴らしいです。その方の魚がタマランチェーンにやってきてくれました。はい、今回ですね、京都タマランチェーンに FA、ブリーダー様の魂が乗り移った渾身の魚たちが到着したというお話でした。最強のこの魚で楽しみですね、来年が。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ。皆さん、この子たちを見に来てください。